ユリウス・フォンブラースは、オーストリアの画家である。ウィーン美術アカデミーの教授などを務めた、カール・フォンブラースの息子で、牙姿の肖像画などを得意とした。ローマ近郊のアルバーノ・ラツヤ・アレに生まれた。父親のカール・フォンブラースは、オーストリア、チロル生まれの歴史が、装飾画を得意とした画家で、ユリウスが生まれた頃は、ローマやフィレンツェで修行していた。父親は、その後、 ウィーン美術アカデミーやベネチア美術アカデミーの教授になった。兄のオイゲンフォン・ブラース、ユージーン・フォン・ブレイズ、1843から1942も風俗画家として有名になった。父親から絵画を学び、ベネチア美術アカデミーで学んだ。オーストリアの王室から注文を受け、皇帝フランツ・ヨーゼフ一世や皇后、エリーザベトや貴族の肖像画を描いた。 1888年にウィーンの絵画館で開かれた展覧会で賞を受賞した。息子のカールテオドール・フォン・ブレーズも肖像画家となった。ありがとうございます。